めっちゃ寝とし、眠そうだし。はい、エルカチャンネルのショーです。キリタです。どうもです。おかしいな、なんか調子悪いっていうか、ただの寝起きというか寝起きだろ。寝起きです。たくもう人が待っとってさあ、今回の動画なんですけど、うん、前回紹介しました、うん、こちらの FM トランスミッター、キリトがやってきましたので、キリトの車に取り付けたいと思います。なんか見てないもんね、うん、動画で見た。動画見たよ。見た、うん、だいたいのやつはわかると思うんですけど、うん、大きさこんな感じです、うん、でキリトが乗ってる車のシガーソケットはどこにありましたっけ、うん、なんか下の方だったよね。いや、ちょうどギアの横ぐらいか、ここら辺か、うん、あ、ならいいかな。それじゃですね、まずはこれを取り付ける前にですね、うん、キリトの今使ってるスマホ、うん、iPhone の方に音楽をのデータを回したいと思います、うん、そこで今回紹介するアプリなんですけど、なんて呼んでいいかちょっとはっきりは分かりませんけど、こちらの豚さんの花みたいなマーク、 Send Anywhere いうアプリなんですけど、こちらがですね、写真、動画などなどのデータをですね、上限なし、無制限で送りたい相手に送れるっていうやつです。大体送るって言ったら、今だと LINE とか、まあそれ以外のやつでもそうなんですけど、送ろうと思ったら送れるじゃないですか、写真とか LINE で。だけどちょっと容量の大きいやつって送れなかったりするんですよ。それが今紹介しているこの Send Anywhere っていうアプリは関係なく送れます。でそれも相手の連絡先とかが分からなくても送れちゃうんです。というのもですね、これがじゃあ例えばこれ写真をキリトに送ろうと思います、うん、キリトの連絡先は知っているので送ろうと思えばすぐ送れるんですけど、連絡先を知らない人に送るときは6桁の番号が出るんですよ、写真を送った段階で。でそれを相手が、まあ相手もそのこのアプリを入れとかないとダメなんですけど、それ前提ね、その6桁の番号を相手が自分のに入れるじゃないですか、例えば012345みたいな。そうすると俺が送ったのが連絡先知らない人でもその6桁の番号を入れたら届くんですよ、うん、っていうアプリです。まあちょっとやっていきましょう。画面はこんな感じ。俺が結構編集でスマホからパソコンへ、パソコンからスマホへって送ってるので、まあちょっと俺の写真があるんですけど、この上ですね、この上に最近とか写真とか動画とかあります。でここで送りたいものが出てくるので、うん、それを選んで送るみたいなやつです。ただ今からキリトにその音楽のデータをちょっと渡すんですけど、うん、俺の携帯にはその音楽のデータが入ってません、うん、っていうのもパソコンの方にちょっと入ってるので、うん、パソコンの方からキリトに送りたいと思います、うん、ではやっていきましょう、うん、エルカチャンネル。さあ愛用のサーフェイスラップトップ2ですね。はい、そしたらですね、じゃあパソコンの方から送っていきたいと思います、うん、はい、パソコン版のセンドエニウェアでやっていきましょう。ここにファイルフォルダをドロップってあります。ここにですね、ファイルだけ、次の番号でお願いします。いいですか、222749です。はい、で受信を押してください。
あ、動き出したんじゃないですか、数字が。動きました。めっちゃきてるのか。よく動いてますけど。動いてるけど量があるのでまだ 1% とかですね、うん、一応残りが18分とか数字が出てます。まあそれ以内には終わりますので気長に待ってください、うん、じゃあダウンロードが終わるまでドキッとばし。それグーパンチじゃん。デルカチャンネル。あ、終わりましたか。はい、終わりました。終わりました、うん、キリトの車にですね FM トランスミッターとか持って行ってからちょっと、つなげましょう、うん、はい、そしたらですねキリトの車にやってきましたよ、はい、今シガーソケットにはん充電器かな、はい、あ、ここですね、うん、充電器かな。はいはい、なるほどなるほどね。そしたらですねごめんなさい、これ外してもらって、うん、これ開けてもらっていいですか。じゃあもう袋入ってないんで、うん、出してもらって、うん、シガーソケットに挿してください。向きは、向きは反対がいい。でもどっちでもいいよ。ちょっと硬いかもしれん。エンジンをかけてもらっていいですか、うん、はい、今画面がつきました、うん、でですね今度は今使ってる iPhone で Bluetooth、うん、あ、出ましたね KM28、うん、それが要はこれなんですよ。押してもらってペアリングしてください。ペアリングしましたか、うん、はい、そしたらですねペアリングできました。ほらここ画面見てもらうと、うん、iPhone って出てるじゃないですか、うん、これで今キリトの iPhone とこいつがペアリングしてます、うん、でここからなんですけど、うん、もうずっと言ってますけど動画なので、うん、著作権問題が出ますので、うん、普通に曲が流せません、うん、なので今俺を撮りましょう。はい、撮りましょう。動画で、動画でビデオで俺を撮ってしたらその分はこっちで流せるから、うん、10秒ぐらいちょっと俺を撮りましょう。はい、はー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 い。さあ、マジめんどくせえお前。10秒経った。うん、ちょうど10秒経った。 OK、 じゃあそれを再生してください、うん、こっちとつながってるんで、うん、音声が出ないんですよ、うん、でここでラジオの選曲をします。ラジオ、あ、ラジオっていうかデッキ調子悪かったんでしょ、うん、ですねこっちなんですけど、うん、この右のボタンを押したら 76.8 って出てるじゃん、うん、それにちょっとラジオ合わせてもらっていいですか。 76.8 行き過ぎたよ、一瞬にして行ったよ。なんかもう何、異世界かなんかに行ったような感じだよね。そう、980何年前止まらんかったね、え、どうや、そもそもこれ AM だし FMFM、 はい、あ、 76.8 今止まったってねえ。何、一周するの。一周する。76.8 になったでしょ、うん、でこっちもほら 76.8 になってるから、うん、それでもう一回今の動画を流してみて、そう、なんかさどっから声が聞こえるとみたいな顔で見ない、探さないよ。今絶対探したでしょ。探したよ、こっち携帯、こっち。そうということなんですよ、うん、で、うん、
今後はですね、うん、このまんまにしとってもらうと、うん、スマホでその、うん、まあ、取り込んだちょっと音楽があるじゃないですか、うん、を流せば、うん、そのままラジオ、あの車のスピーカーから聞けるって話です。うーん、あれライトが、あ、ちょっと待って、ライトのバッテリーがでしょうね。だって後ろ見たら10って書いてあった。じゃああれはね、うん、違う、あれはね、あ、10分とかじゃなくて明るさの、明るさの数字今ね、ローになっちゃった。もう無理だわ、終わり、うん、ということで、うん、今後は iPhone からその音楽を流すと、うん、今流しちゃダメよ、うん、流すと、うん、車から聞こえるということになります、うん、前回の動画でも言ったんですけど、うん、この石側のとこからフレキシブルアームかな、うん、っていうのが出てるので、うん、自由に動きます、うん、はい、やって自由に動きます。まあ言っても、シフトの分の横なので、もう必然的にこんな感じになるんじゃないかと、ここの角度がちょっと変わるかなっていうぐらいで、うん、まあ、ここはもうキリトの好みで、うん、言ってくれればと思います、うん、そしてこのまんまだとですね、うん、使ってる iPhone の充電ができないじゃないですか、うん、でせっかく今持ってるのがあるじゃないですか、うん、これが使えないので、うん、USB が挿せるようになってます、うん、なのでちょっと今使ってるやつは、うん、市側からの直接でこれが外せないので、うん、これちょっと使えなくなるんですけど、うん、USB のその iPhone のライトニングケーブルか、うん、あれをこさしてもらって、うん、でつなげると充電もできる、充電はできます、うん、なのでこちらのホルダーですか、うん、これは使えます、うん、だからここ、うん、ここを切り替えてつなげればこの FM トランスミッターを使いながらも充電はできると、うん、っていう状態です。どうすか、うんうんうん、顔が今本気で、ああ微妙に映ってね、多分自分をライトアップした方がいいよ、あー怖いわっていう感じなんですけど、うん、どうでしょうか。まあ実際ちょっと曲流してないから分かんないんだけど、うん、ありかなとは思います、うん、そうちょっと聞いてみたんですけどどうですか。よかった、うん、あね今ね全然顔映っとらんよでしょうね、暗いもんよかったっすか。よかったね。あーいいねいいね、よかった。そのどうなんですか、思ったほどでしたか。いや思ってた以上でした。あ、以上に良かったですか、うん、それは助かりましたね。いや正直、うん、前回このFM トランスミッターを紹介してどうかなと思ったんですよ、うん、ちょっと良かったです、うん、はい、これで前編後編にができました良かったはい、というわけでですね、今回はキリトの車に FM トランスミッターをつなげて音楽を聴こうということでした。ということで今回の動画はここまでです。いいよ。俺にかかってこい。